梅雨前線に向かって南風が吹き込んだ福岡県で、昨日日中から今日未明にかけて各地で強風が吹き荒れ、倒木や停電が相次ぎました。福岡県内では今日未明、博多で6月の観測史上最大となる最大瞬間風速 21.1 メートルを記録したのをはじめ、各地で強風を観測しました。警察によりますと、昨日午後8時40分ごろ、福岡県糸島市の県道を通りかかった人から、木が倒れていて通れませんと通報がありました。木は片側1車線の道路の上下線を塞ぐ形で倒れましたが、巻き込まれて怪我をした人はいませんでした。この倒木の影響で糸島市末永と福岡市西区金竹の間が一時通行止めになりました。一方、九州電力によりますと、北九州市門司区では昨日夜10時前、メカリ公園周辺の住宅などおよそ1860戸で停電が発生したのをはじめ、豊前市や添田町などでも停電が相次ぎました。門司区の停電は送電用の高圧線の一部が断線したことが原因とみられ、添田町の停電は樹木接触、倒木の影響ということです。